おはようございます。これさっき Q10 で買ったのが届いたんですけど、チーク塗ってみました。結構可愛かったです。今日はチークを濃いめにしたメイクでございます。今日は展示会に一つ行って、その後ピラティスに久しぶりに行ってきます。リップは今日もこれです。なんて読むのこれ、ティップトエのリップです。これ気に入ってます。ちょっと今日も暑そうなので、髪をキュッとまとめて、もうこのワンピース、キャミのワンピースで行こうと思います。後ろに来たらいい。あ、なるほど。なので足裏もしっかり確認していきます。はーい。そこが溜まりやすいんで。あ、なるほど。ほぐしていきます。そう。筋肉だ。はい。で、骨盤周りが安定して。こっち難しいけど。そう、こっち難しい。で、足を中心して寄せて。逆にここにしてやらないと。でも逃げちゃうから、こうでここが疲れてちょっと手開く。グーッと足上げるとめっちゃしんどいですよ。そうです。気持ちいいですか？でも動きがすごい上手。すごいバッチリ。初めてカレーバーグディッシュ、うん、メンチもらいました。これ美味しい。しっかり辛い。今日お昼冷凍シューマイだった。美味しかった。あれがあって助かった、うん、おはようございます。今日は何日目だろう、2日目かな、2日目、 Vlog 2日目、お休みの日の Vlog でーす。バナナ、朝ごはんです。さっき朝風呂をして、朝風呂、朝シャワーをして、今髪がまだ濡れてるんですけども、お腹がペコペコなので。最近めっちゃ朝にお腹すくうになっちゃって、朝別にいらない派だったんですけど、バナナ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 、 Be My Flora 最近飲んでて腸活をしております。酵素だったかな、これを、甘酸っぱいこの茶色い液体なんですけど、ヨーグルトと相性がいいので、これをかけて食べています。もうさ、映っちゃいけない気がする、ここにいたと。もうすぐ部屋がさ、なんでこんなすぐにさぐちゃぐちゃになってしまうのでしょうか。はぁって感じ。整理整頓できる人になりたいです。やっぱ腸活を始めてから腸の調子がいい気がします。あんまり便秘ってことはないんですけど、1日出なかったり、ちょっと便秘気味の時にはこの酵素を2本とか飲んでるんですけど、そしたら必ず次の日には出るので効いてるのかなっていう感じです。うんうん、美味しい。今日は SK2 のイベントがあって、それに行くのと、お昼からなんですけど、それに行くのと、なんと美容医療を初めて予約しました。リエンジャン美容外科って言って、韓国にある
あの美容外科なんですけど、新宿にも最近オープンしたっていうことでご招待いただいて、なかなか美容医療って私踏み出せなかったので、これを機にご相談してみようかなと思って今日初めて行ってきます。そろそろね、何か始めなきゃなと思っちゃう。でも何から始めていいか分かんないじゃないですか。自分の肌に何が合ってるのかなっていうのをちょっと聞いてこようかなって、で施術も受けてこようかなと思って楽しみです。だからちょっと今日は美容デー的な美容デーってほどじゃないか、冷たいお茶を朝飲んでます。おさゆクラブどうなったのって忘れてますよね、みんな。忘れてる人がほとんどだと思うんですけど、おさゆクラブはなんと卒業しました。続かなかった。やっぱりお湯を沸かすっていうちょっと手間が、冬になったらまた再開できればなって思うんですけど、なのでキューブ、おさゆクラブはキューブ中です。ってことで今日は一日撮っていきたいと思います。今日の格好はこんな感じです。セシリー・バンセンのキャミソール、下は今日はスラックスにしました。ちょっとイベントなので白っぽいお洋服デートのことだったので、綺麗めにスラックスを合わせました。このね、セシリー・バンセンのキャミソールお気に入りです。はい、これからこう夏にかけてどうしても、はい、あの数値ってどうして全てが下がりやすい、そうなんですね。全体的にくすんできてるような感じがするので、ああそうなんだ、なるほど。頑張ります。はい、今リエンジャン新宿クリニックのロビーに着きました。ちょっと初めての美容医療なのでドキドキなんですけど、きっとねカウンセリングがちゃんとあるので楽しみです。行ってきます。美容液を肌に塗って超音波で浸透させるってやつがあります。痛くないやつ。痛くないです。はい、でエレベスっていうのが、はい、ちっちゃな針を使った機械、はい、MTS っていうんですけど、それで肌に落ち込ませていただくのがはい、はい、とか、はい、本当に痛かった麻酔使うんですけど、麻酔なしであのできるやつなんで、はい、かわいい、すごい綺麗。パウダールームだそうです。すごい綺麗。じゃあちょっと先消毒から失礼します。はい、薬剤消毒します。失礼します。あご先から失礼しますね。失礼します。お痛み大丈夫ですか？大丈夫ね。はい、そうです。じゃあ2周目失礼します。赤みはちょっとですね。そうですね、今のところ。ここまで。この後ちょっと赤みが出てくる感じかな。すぐ出てくる方もいらっしゃれば、はいはい、ちょっと時差で。あ、そうなんですね。来る方もいらっしゃるので。失礼します。
ヒリヒリした感じです。帰ってきました。ちょっと肌の感じをしっかり見せようと思って、で初めての施術でめっちゃ緊張してたんですけど、まあ少し痛かったです。この赤目を見て分かる通り、思ったよりはちょっと痛くて、でも我慢できる痛みの範囲でさらに慣れてくるっていうピリピリピリっていう、このシェービングみたいな、シェービングのちょっと痛いバージョンみたいな痛みかな、そんな感じの痛みではあったんですけど、なんか3回目になってくるとだんだん癖になるっていうか、痛みも我慢できてなんか癖になりました。私はね、ちょっと個人差あると思うので、痛みの強い弱いあると思うので一概には言えないと思うんですけれども、でこの赤みは明日には引いてるみたいなので、はい、っていう感じで経過を見ていこうと思います。はい、今日のご飯です。軽めにしました。ご飯ちょっととサラダ、水菜と玉ねぎ、カツオの丼にして、お豆腐とわかめ、なんだっけこれ、しめじじゃなくてなんだっけ、なめこ、ごぼうのサラダです。はい、いただきます。はい、今お家に帰ってきました。ムーシーズのポップアップとミニニュートの日本オープンパーティーに行ってきました。いやー、これちょっと動画にも収めたと思うんですけど、可愛すぎる、私のタイプすぎるワンピースを今回購入しました。このロゴが可愛いですよね。じゃーん、かわいいキャミソールワンピース、絶対夏に超愛用したい。めっちゃかわいい、本当にかわいいブランドで、もう欲しいものがたくさんありすぎてちょっとテンパっちゃったんですけれども、今回はこちらを購入しました。はい、あとなんと韓国の大人気ブランドミニミュートが日本にオープンするということで、オープンイベントにご招待いただいて行ってまいりました。で、私がもう超使ってる、今日も使ってた黒いバッグがあるんですけど、それの白がどうしても欲しくって、事前にありますかって聞いてたらあるとのことで、そちらを購入させていただきました。はーい、もうね超使えるんですよこのトートバッグが。うん、このね細いね、ここの革のこの細い部分がすっごく可愛くて、なんかバケツ型になってるのでたくさん物も入りますし、で中が水色のところもめっちゃ可愛いですよね。あー可愛い、ここにチャームがついているんですよ。白も絶対に使える、わー可愛すぎる。はい、で今回ご招待いただいてギフトもくださったんです。そちらも紹介させていただくと、こちらは日本の店舗限定の商品だそうで、こちらも可愛いんです。じゃーん、あ可愛い、このちっちゃい丸いナイロン生地の、可愛いバッグです。こういうちっちゃいナイロンバッグを一つ持っとくと
ちょっとしたお出かけの時だったり、かわいいですよね。携帯入ります。でお財布も私のお財布なら入る。かわいい、めっちゃかわいい。これは東京の店舗限定らしいので3色あったかな。シグニチャーカラーのちょっと黄色がかったオフホワイトとヒョウ柄レオパード柄と3色ありました。プロデューサーのスリンさんもいらしてて、以前にお会いしたことあったんですけれども、それを覚えててくださって、今回も会えてわーってなってすごく嬉しかったです。で今日はもう予定が終わって家に帰ったので、ご飯を作るか悩んでるんですけれども、どうしましょうっていう感じでございます。あ、そうだ、今日施術して3日目、ダウンタイムの様子、美容医療やったあの後の様子を映させていただくと、その次の日ぐらいまではちょっと赤くてお化粧で隠せる程度の赤みだったので、お化粧で隠していたんですけれども、今はだいぶ赤みはなくなって、少し肌が乾燥するかなぐらいの感じでございます。施術してから1週間後ぐらいが一番化粧のりが良くなって肌のトーンがアップするとのことだったので、それを楽しみに待ってるんですけど、言われた通りで隠せる程度のダウンタイムだったので良かったです。はい、今日は素朴なご飯です。はい、いただきます。はい、おはようございます。ちょっと今日はもう仕事が終わった後で、実はもう夕方なんですけど、ちょうど今日施術して1週間後だったので、肌の感じを見せようと思って、今ここの目の下だけ化粧落としてきました。こういう感じで全く赤みとかはもう引いて、すごく実感しました、肌の良くなった感じを。なんか見た目とかはそんなにもしかしたら変わってないかもしれないんですけど、毛穴がキュッてなってるのか、肌がツルツルな感じになって、肌トーンも少しなんかアップしたような感じが私は実感としてありました。肌を触った時のなんかツルツル感は間違いなくあって、本当にやって良かったなと1週間経って実感したところですっていうご報告をさせていただきました。ちょっと今日はお仕事で Vlog を全く撮れなかったんですけれども、肌の様子だけ言いたくてカメラを回しました。でこれで終わりますので、最後まで見てくださりありがとうございました。